今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、お腹をね、以前も結構僕このお腹のを引き締める体操っていうのをこういくつかやってきたんですけど、今日もですね、ちょっとね寝ながらできる簡単なんですけどちょっときついっていうことで、ちょっとお腹を引き締めることをねやってみたいと思います。でこれやってるとですね、あんまり無理しないでいいんですけど、大体10回、女性の方でちょっと10回やるのきついかなと思うんですけど、反動をね使わないようにすることと、あとその、ゆっくりねゆっくりやってあげるとすごくお腹に効きますので、ぜひですねやってみてください。はい、でまずですね、今日は寝てみますね。寝てみます。で寝てですね、手を、ちょっと見えませんか、ここら辺にしてみましょうか。で寝てですね、手をね大きく片方、右か左かどっちかグーにしてみます。グーにしてみます。で一つはパーにしてみますね。でグーにした手の甲をですね、パーにした手でこう当ててみます。こんな感じで当ててみます。でそのまま、万歳した形で寝てみますね。で足首同士はね、右でも左でもいいので足首同士を合わせてみてください。で 足と足でグーッとこう押し合うようにこう上げていきますね。で手と手でこう押し合うようにして上げながらですね、息吸って、でこのままゆっくりこう天井で足とは手がぐーっと近づけるところで、頭をちょっと起こせる、起こして、でゆっくり戻ります。でなるべく手と足地面につけないようにしながらぐーっと1、2、3、4と、こういう感じで10回ぐらいねこれやってみてください。で終わったらですね、手楽にしてちょっと一息ついて、楽でいいので、はい、で落ち着きましたね。また今度は逆です。逆の手をグーにしてもらって、手のひらこうねパーにしてもらって、押し合って足もね入れ替えます。でこのまま足は足で押し合って、手は手で押し合いながらゆっくり手に1、2、3で、こんな感じで10ぐらい形で、で10終わったらまだ楽にするという形。でこんな感じでですね、やってもらうとすごくねお腹とかも腕もねこう押し合ってますね。足もねグッと押し合ってますので、結構ねいろんなところにこう力が入って筋トレになりますので、よかったらですねやってみてください。ありがとうございます。